皆さん登山靴を磨いてますか？登山靴はですね、特に、ヌバックレザーを使っている登山靴、これはローバーのタホーというモデルなんですけど、僕が愛用しているですね、もう10年以上ですね愛用している登山靴なんですけど、僕もそんなにまめにですねワックスを塗ったりとかこう磨いたりとかしてるわけじゃなくて、結構ズボラなあの方なんで、山から帰ってきても、車に放置したりとかですね、そういうのもこう日常的に あって、ドロドロになったりとか、これはちょっとひどいなっていうぐらいになってきたらワックスを塗るみたいな感じでお手入れをしていって、10年ぐらい、履けています。見た目もですねワックスを塗ればこんな感じで綺麗にですねピカピカした靴に戻るので、非常にですね気持ちよく履いている登山靴なんですが、この登山靴をですね、お手入れをすることによって、長く履いていただけると、10年とかですねいうスパンで、楽しんでいただけると、言っているんですが、それもですね、10年楽しむためには、歩き方ですね、登山靴をこう履いて、履いた時の履き方もあるんですけども、歩き方というもので、実際こうお手入れしてしっかりこうお手入れして履いていても、5年とか、6年とか、実際10年からすると半分ぐらいの期間で、ダメになってしまう靴もあります。それはですね、まずこの足首のところが擦れて、この中のスポンジが出てきたりとかですね、僕の靴は、この靴でですね8年目ぐらいで、水が雨水がですね中に入ってくるようになったんですが、このかかとのところの縫い目のところ、ゴアテックスのフィルムの、つなぎ目のところがですね少しこう開いてきて、水漏れするようになってきたんですが、それでもこの靴では、僕は過去に登山ガイドをやってて、その時はですね3年ぐらい登山ガイドをやってた時に入ったんですけども、毎年ですね大体7月8月9月ぐらいで、もう3ヶ月でこの底を張り替えなきゃいけないっていうぐらい、履いてまして、この靴で4回ソールを張り替えているんですけども、まだ現役で履けるんですけど、そういう過酷な状況で使っていて、8年ぐらい経ったらちょっとこう水漏れがするようになったと。でそれ以降は日帰りとかですね晴れてる日に使っているので、それでも使えるんですけども、履き方もっとこう雑に歩いていたりとか、していると、靴紐をしっかり締めないで歩いてプカプカしながら歩いているとかで、靴を傷めてしまうっていう方も中にはいらっしゃるので、その今日はですね歩き方なんですけども、登山靴を履いて、歩く時だけには限らずですね普段からも、試していただきたいんですけど、歩き方なかなか普通にこう歩いていると意識、していないとこう歩き方っていうのはなかなか自分がどういうふうに歩いているのかっていうのはわからないんですけども、まずですね足音、これ重要なんですけど、できるだけこう足音がしない歩き方ですねを、心がけていただくことで、要は車に乗った時、車を運転している時にやたらとこうスタートの発進のスピードが速くてキキキッとこうタイヤが鳴るようなだったりとか、スピードが速くてギュッとこうカーブを曲がったりとかするとグリーッとこうタイヤの音とかがですね激しくこう聞こえてくるような、そういう歩き方をしていると、靴もやはり傷むのが早いですね。特にこう擦れるところですね。で靴擦れをする、走ったりとか、雑に歩いていると靴擦れをするケースもあるんですよ。歩幅が大きいとかかとが痛くなるとか、いろいろあるんですけども、その靴擦れをする、足が靴擦れをするっていうことは、靴はですね足擦れをしていると、足によってこう擦れたところは傷んでしまうと。で靴擦れはですね痛いんですけど、何日か経てば治るんですが、この登山靴の足擦れ、要は足がこう動くことによって激しく動くことによって擦れてしまって傷んでしまったところはもう治らないので、その辺をちょっとこう気遣いながらですね歩いていただきたいなと。けどこの登山の時はもう基本は足音しないようにですね忍び足、よく忍者がこう忍び足で歩いているようなああいう歩き方をすると、まず靴も傷みにくいのと、
あとは落石とかも落としにくくなります。で登山道で、まあ、上りでも下りでもこう静かに歩くというか足音しないように丁寧にこう歩いていると、バランスも崩しにくいですし、まあ、疲れにくいし膝とかの負担も軽くなるので、最終的にはこう体にも他の関節ですね、腰とか足とかですね、また疲労だったりとかも、軽減されるので非常にこう歩くのが楽しく、要は楽しく歩きましょうということなんですけど、楽しく歩くことで靴も長持ちするし、こういくら磨いてても雑に歩いていて中が傷んでしまって、まあ、外もそうなんですけどやっぱりぶつけると痛むので、なるべくこう丁寧にですね履くことで、登山靴この、ローバーのタホでもいいんですけども、このレザーの登山靴をしっかり丁寧にこう歩くことによって、お手入れをして長く履くことができると。お手入れだけしてても歩くのが雑だったら3年4年で結局靴がダメになってしまうというケースもありますので、丁寧に歩いていただきたいなと。それは忍者のように忍び足、足音しない、こうドタドタこう歩かないというような歩き方をしていただければなと思います。で疲れてくるとこう投げ出すようなこう歩き方っていうのもちょっとこうしてしまいがちなんですけども、そこをですねちょっとこう丁寧に歩くようにしていただければ膝への負担とかも軽減されるので、まあ膝が痛むという、膝とか足首ですねが痛いとか足の裏が痛いとか、他にこうつま先が痛いとかっていう方も歩き方一つでちょっとこう軽減されることもありますので、それでいて靴が長持ちすると、歩き方一つで登山靴の長持ちも変わるので、お手入れも大事なんですけども歩き方も気をつけるようにしていただきたいなと思います。